じで、まあ、ちょっとオープニングだかエンディングだかよくわかんない感じになっちゃいましたけど、一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当に、まあ、近いんで、ちょっと、はい、そうですね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すみません、今日の、何つったあれ、今日のツーリング台で、毎回そういうことやってるみたいに思われちゃうんで、そーっとマイクに出てきます。Welcome to TGM YouTube channel. It's about motorcycles, cars, and road trips.Don't forget to subscribe, Martin. Here we go. When I saw you downtown, I started acting like a clown. Just to see if you would notice.2人で葉山の方に来てます。マナムさんがこのトライアンフ、ホテルトライアンフを買われた幸福商会さんを今日ちょっと紹介というか、まあ撮影させてもらったんですけど、それで一緒に葉山の方をぐるっと走ってランチさせてもらったりとか、いろんなに登場してもらいました。で、今日なんとマナムさんハッピーバースデーということで、あのお誕生日のおめでとうございます。ありがとうございました。逆にサプライズで僕と走ってる場合じゃないですよ。でも逆に、はい、思い出になるありがとうございます。で、まあ今日はあのぐるっとあの走ったり広告紹介さん行ったりとかしたので、ね、この後載せるので皆さん見ていってください。じゃあマナブさんのトライアンフの今日紹介を動画をって感じで、年式からいいですか。はい、ありがとうございます。これが年式が1966年の T120 ボンデビルダブルキャブのボンデビルですね。でマフラーが TR5 っていう1956年の純正のマフラーで、駅前はこれ幸福商会さんっていう葉山のトライアンフ屋さんで買ったんですけど、まあ、そこのオリジナルの駅前がついてます。でハンドルがこれっていうイタリアのハンドルですけど、ダブルハンドルで、今日は後ろタイヤがかなり扁平の高いタイヤで、後ろが18で前21なんですけど、高さが結構フラットなんで、はい、これが幸福商会さんの特徴かなっていうのがありますね。あんまりこうチョッパースタイルになりきらず、あとネックもちょっと、オリジナルなんですね。そうなんですよ、作ってて。すごい。ただまあもうこれも20年ぐらい前に作られたみたいなんで、ちょっとこれちょっと
とすごい錆びてたんで、はい、塗ってあって、まあ、まだ仕上げ途中なんですけど、そうですね、これでグースネックもちょっと特徴ですね。キャブが余るとか普通のキャブが余る、はい。はい、ありがとうございます。すいません、今日の何ですか、今日のツーリング台で今日のツーリング台はいや封筒に入れて持ってきてくれてるんですか。毎回そういうことやってるみたいに思われちゃうんで、そーっとマイクに入れて、いやいや入れなくていい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。風やばくないですか、砂が。こんにちは、はじめまして。風がね、今日ね、マイク出ちゃったよ。はい、綺麗なお店を見てほしいな、気をつけてね。はい、ありがとうございます。